年々深刻化するゴミ問題。私たちの生活は物質的には豊かになりましたが、増え続けるゴミのために様々な問題が生じています。焼却灰を処理する最終処分場の確保、天然資源の枯渇、ゴミの焼却に伴う CO2 等の排出による地球温暖化、ゴミはすでに地球規模の問題に発展しているのです。三田市ではこうした課題に対応するため、循環型都市三田の実現を目指し、市民と行政が一体となってゴミの減量と資源化への取り組みを進めています。三田市クリーンセンターへやってきました。何でもゴミ減量を推進するための市民の強い味方、ゴミ政策課という組織が平成21年度から新設されたということなんです。ちょっと訪ねてみましょう。早速そのお仕事内容を探るべくゴミ政策課に潜入しました。こんにちは、お邪魔します。それではゴミ政策課の川田課長にお話を伺います。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。このゴミ政策課、はい、誕生してまだ間もないそうですね。はい、平成21年の4月から新しくできた課でございます。このゴミ減量化支援課というのは以前から取り組んでおったんですけども、竹内市長が特に力を入れるということで新しい課ができたというふうに考えております。ゴミ減量化というのは待ったなしの状態ですので、昨年から3年間で 10% 減らすという、名付けて家庭ゴミ 10% 減量大作戦というのを開始しております。このゴミ政策課というのは新しい課でありますので、新しい政策をどんどん打ちまして、市民の皆様にお願いをしていきたいというふうに考えております。まずは市民の皆様にこういったゴミ減量化の取り組みを啓発していくということが中心なわけですけども、具体的な仕事としましては、今年度は特に古紙類といいまして、新聞雑誌段ボールというこういった古紙類を資源化をしていくということで、モデル地区を3地区指定しまして取り組んでおります。その他にもリサイクル市民プラザというイベントがありまして、そこで、リサイクルを啓発したり、家庭ゴミだけじゃなくて事業系のゴミもございますので、事業系のゴミの減量も合わせて、啓発してまいりたいということで今取り組んでおります。やはりゴミ減量に取り組む主体となるのは市民ですから、その市民に密着したアドバイスや支援をしてもらえたら、もっとゴミ減量の活動は広がっていくでしょうね。そういった意味で平成20年度から廃棄物減量等推進員という制度ができました。この制度はいわゆるスリムリーダーさんと地域で呼ばれておるんですけども、地域で選出されたその方たちが、自らの地域で、活動されるということですので、平成21年度はその取り組みをますます発展させるように力を入れてまいりたいということで頑張っております。市民自らやっていただくこの制度というのは行政にとっては非常に力強いものでございますので、この活動を行政としても精一杯支援してまいりたいということで、活動を広めてまいりたいと思っております。スリムリーダーとは、地域におけるゴミ減量とリサイクル活動を推進するリーダーのことです。三田市と地域を結ぶパイプ役を担っており、各自治区自治会から選任され地域で活動しています。また連合自治会単位で座談会を開催し、取り組み状況などの情報交換を行っています。また三田市ではゴミ減量イメージキャラクターストッピーを起用し、今後ゴミ減量の様々な取り組みで活用していきます。ではここでゴミの減量についてどのようにすればよいか考えてみましょう。皆さんは 3R という言葉をご存知ですか？ 3R とはリデュース、リユース、リサイクルのことです。
この3つの R を取り組むことによってゴミを少なくし、ゴミの焼却や埋め立て処分による環境への悪影響を減らすことになります。地球資源を繰り返し使う循環型社会を作ろうとする考え方です。この3つの R についてまず大切なのがリデュース、ゴミの発生抑制です。例えばマイバッグを持参しレジ袋を削減する、マイ箸を携帯し割り箸を使わないようにする、必要な分だけを用意し食べ残しをしない、バラ売りの商品を買ったり過剰な包装を断るなど、なるべくゴミを出さない行為です。三田市では積極的なレジ袋の削減を推進するため、市民、事業者、行政の3者共同による三田市レジ袋ゼロ推進懇話会を発足し、平成20年度は5事業者、平成21年度には新たに4事業者とレジ袋削減協定を締結し、レジ袋削減を進めています。次にリユース、再使用。例えば使えなくなったものをもう一度修理して使ったり、古着などを必要な人に譲るなど、捨てずにもう一度使う方法を考えることです。三田市では毎年三田リサイクル市民プラザを開催し、家具や自転車などの資源再生品の展示提供やフリーマーケットなどの催しを行っています。そしてリサイクル、ゴミの再生利用。古酒類やペットボトルなどはきちんと分別すれば新たな資源として生まれ変わることができます。そのためにはゴミの分別を徹底する、そして分別したゴミは地域の集団回収を利用する、分ければ資源、混ぜればゴミです。さらにリサイクルでできた再生品を利用することも資源の節約につながります。三田市では資源ゴミの集団回収運動を実施する団体に対して、奨励金やストックヤードの設置費、生ゴミ処理容器等の購入を助成するなど、さまざまな側面から支援を行っています。このように 3R を日々の生活の中で心がけることがゴミの減量につながります。では実際に市内で取り組まれている方々に会いに行ってみましょう。高平地区にやってきました。この地域は生ゴミを堆肥化するコンポストを中心に積極的にゴミ減量に取り組んでいるそうです。早速訪ねてみましょう。高平地区では必要に応じて区長が集まって会合を開き、ゴミ減量活動の状況を報告したり情報交換を行っています。聞いておるんですけども、メールの方はその時にほぼ買っておられます。まあ、うちらが作った裏地区ではゴミステーションに当番を作って当番出ておりますけど、スリムリーダーになられて、はい、まずどのような活動に取り組まれましたか？はい、私もこの地域でとにかくゴミの減量を図りたいということで、まずこう田舎ですから生ゴミを減らそうということで、区長会の中で皆さん方に声かけをしたところ、もう誰一人ためらいもなく、もうやるやろうということで、地域のお祭りでまず注文を取るというところから始めました。本当に皆さん方の熱意っていうのは感じましたし、そのおかげで、まあ、ここまで、普及ができたんだと思いますね。高平地区婦人会も主婦の立場からこの取り組みに参加しています。家庭内のゴミは私たちが、まあ、主婦ですね、主婦が一番生ゴミとか出しますので、で、まあ、一応生ゴミを出さないように啓発の、ね、運動をとにかく促進していこうということで協力させてもらってるんですけどね。コンポストで出た肥料をこうなんかこの畑とかに巻くことによって、お野菜なんかの、そのなんか、ね、新鮮さとか美味しさがね、増したいうこともなんか聞いてますし、生ゴミが出るのが少なくなったような気がするんですけどね。はい、高平地区では各住民がお互い連携を取り合い、地域全体が一つのチームになってゴミ減量を進めています。自主的にゴミ減量に取り組んでいる地域はまだまだあります。弥生が丘で積極的に取り組んでいるのが資源ゴミの集団回収です。
雑誌、新聞紙、段ボール、アルミ缶、布類、牛乳パックなどのリサイクル可能な資源ごみを回収しています。地域住民に集団回収を促し、ごみ分別の仕方を分かりやすく紹介したこのようなチラシも発行しています。もう長くこの集団回収されてるんですか？もう10年だね、うん、あのこの団地が始まってすぐ取り組んだと思いますので、やっぱり資源に対して皆さん の, あの取り組み方というのはかなりもうきっちりしているこの辺だとは思っていますね。自治会とか中心になって、あのこう事前のこう啓蒙っていうか、そういうこともありますのでね、はい、収益は何に活用されてるんですか？これはね、あの小学校 PTA 活動の参助になったり、あるいはお年寄りの人たちの団体への補助金であったり、自治会活動に使わせていただいているというような状況ですね。でまだまだね、これリサイクルに出してなくてね、ゴミの中にね出してるね、まだ家庭がね、やっぱりちょこちょこ見られるんですよ。そういったところのね、改善の余地はね、僕はあると思いますね。自然と住民たちが集まることとなり、集団回収が地域のコミュニケーションを高めることにも役立っています。三田市では家庭ごみ 10% 減量大作戦の一環として、この資源ごみ集団回収を推奨しています。今後も資源ごみリサイクル推進の中心的な取り組みとして、この活動を支援していきます。皆さんはエコキャップ運動ってご存知ですか？エコキャップとはこのペットボトルのキャップのことです。ここふれあいと創造の里では、本庄地区婦人会がこのエコキャップの回収に取り組んでいます。エコキャップ運動とは、ペットボトルのキャップを集め、リサイクル業者に売却した収益で BCG やポリオワクチンを購入し、発展途上国の子どもたちへ送る運動です。実際のところ成果はいかがですか？あのいろいろと皆さん、あの少しずつでも持ってきていただいてますので、たくさん集まってます。他にもいろいろなものを回収しているとお聞きしましたが、あの牛乳のパック、皆さんあのきれいに洗って破いて持ってきていただいてますの。それとあの福祉の方で役に立てるかなと思って、フルトップを皆さんにあの少しずつまたそれも集めてます。持ってきていただいてるんですけども、そのフルトップは何かに変わるんですか？車椅子に変わるんです。少しずつでも持ってきていただいたら、あの福祉もなるしエコもなると思います。ポリオワクチンは1人分20円、キャップ800個で1人の子どもの命が救えます。現在市内の公共施設にも回収ボックスを設置しています。本当に様々な団体がいろんな形でごみ減量の活動に取り組んでいらっしゃいました。今後市としてはどのような課題に取り組んでいこうとお考えですか？やはり家庭ごみ 10% 減量大作戦という大きな目標がございます。この目標を3年間で達成させることが大きな課題だと思っております。そのためには地域で集団回収という地域の取り組みがございますけれども、この地域の集団回収と合わせて現在燃やされているゴミの中の古紙類をゼロにするということで目標が達成できるのではないかというふうに考えております。市としても支援を最大限やっていきたいと思っております。市民、事業者、そして行政のパートナーシップによりまして、循環型社会、環境に優しい街づくりという観点から取り組んでまいりたいというふうに考えております。今後も市民の良きアドバイザーとして頼りにしています。ありがとうございました。ありがとうございました。心豊かな生活を送るためには、ゴミの問題は切り離せないものだと思います。私たち一人一人が行動に責任を持ち、ゴミ問題に取り組むことが何より大切です。市民一人一人が自発的にゴミ減量に取り組み、住みよい循環型都市サンダを作っていきましょう。